今回は金融さんの香味炒めの作り方を紹介します。素材そのものの味、色、歯応えをしっかり残した美味しい香味炒めを作るコツを教えたいと思います。それでは作っていきましょう。金銀菜の葉は2等分にカットします。根元を少し切り落とし、外側の大きめの部分は剥がしていきます。それを斜めに3等分します。真ん中の部分を半分にし、それをまた3等分します。芯の尖った部分は軽く切り落とします。ボウルに張った水で優しく洗い、芯の部分には土が残っているため、箸などを使って、かき出して汚れを落とします。その際、葉と茎は別々にします。その訳は一緒に洗うと硬い茎で柔らかい葉が傷ついてしまうからです。あと炒めるタイミングも硬い茎を炒めてから柔らかい葉を炒めるようにするためです。冷水に10分以上つけてシャキッとさせます。材料はチンゲン菜3株、ニンニクスライス15枚、唐辛子2本、山椒8粒です。10分水につけたらしっかりと水気を切ります。その際プラスチック製のザルがおすすめ。金ザルでは野菜が傷つきやすく、その傷から水に溶け出したアクが入り込んで黒ずんだりします。青菜炒めは時間との勝負です。炒める前に塩をまぶしておけば時間と手間が省けスピーディーに仕上げることができます。だいたい小さじ2くらいの塩を入れ軽く揉み込んでおきます。同じように葉の部分にも塩をまぶしておきます。鍋に鶏ガラスープまたは元を取れたものを 100cc で温めておきます。炒めるときに熱いスープを入れることでスープの風味がつき、野菜の余分なアクを洗い流す効果があります。鍋をよく温め、油ならしをしておきます。油ならしをしっかりしておかないと一気に炒めることができず、つながりが水っぽくなります。また焦げ付きの原因にもなります。油の弾ける音が少なくなってきたら OK です。熱い油をしっかりと取ります。そうしたら冷たい油を大さじに入れます。ニンニクと唐辛子を低温熱に入れ弱火で炒めます。初めから熱い油を入れるとすぐに焦げてしまうので冷たい油を入れることが重要です。だんだん色づいてきたら花椒を加え香りを油に移します。金銀菜を入れ強火で炒めます。火がしんなりしてきたら葉も入れ炒めます。紹興酒または酒を大さじ1で香りを出します。砂糖を振りかけます。味の素を少量入れます。
熱い空気を加え、全体をざっと混ぜ合わせます。一度ザルに当てて軽くよく入れます。皿に盛り付けます。これでチンゲン菜のコーン炒めの完成です。このチャンネルでは簡単なまかない料理や本格的な中華料理の作り方を紹介しています。よかったら高評価とチャンネル登録をお願いします。リクエストなどありましたらコメント欄にお願いします。最後まで見ていただきありがとうございます。また次回よろしくお願いいたします。